どうもこんにちは。今回はですね、船舶免許のロープワーク、このロープワークっていうのがですね、クリート止め、巻き結び、もやい結び、いかり結び、本結び、一重つなぎ、二重つなぎと、まあ、とりあえずこれをね全部覚える必要があります。で、いろんなね聞いたことのない結び方が出てきたと思うので、なんかねちょっと難しそうな感じがしてしまうんですが、意外とねそんなことはありませんでした。でそれぞれの結び方、一つ一つのものをですね、例えばもやい結びだったらもやい結びだけという感じで紹介している動画はあるんですが、7つ全部っていうのがねあんまりないような気がしたので、今回はねこの7つ全部のロープワークをご紹介していきたいなと思います。まずはクリート止め。クリート止めなんですけども、まあ、これがクリートだと思ってください。このクリート止めなんですが、まずロープをですねちょっとまあ長めに持つ感じかな。右側の方、こっちの方をねかなり長く持ちます。かなり長くして、まずは一周させたら左から下に通って、要は8の字ですよね。8の字を描いたらですね、今度このロープですね、これをこっちが長い方なんですが、長い方を下にして持ちます。で左手を手前にくるっと返します。で通しておしまいと。これがクリート止めです。もう一回いきます。ロープをまず最初はぐるっと回したら、左からかけていって右に回して、今度はこちらを下の方に持ちます。で手前に返して通して引っ張ればクリート止めの完成で、今度はですね巻き結びいきます。巻き結びはロープを通す、そしたらここちょっと持っといて、この間に通します。これが巻き結び。もう一回いきます。ロープを回して、まあ、この辺で持っておいて、くるっとここの中を通します。これが巻き結びで、次がねもやい結びになるんですが、もやい結びもね、最初難しく感じるというか混乱してくるんですが、まあ、慣れれば全然大したことないです。じゃあまずロープを通します。でそしたらですね、右手でこっちの上の方を持って、左手は下の方を持ちます。で左の方をぐっと上に持ってくると、こういうふうに輪っかができます。これが下、こっちが上に来てるのがポイントです。でこの輪の中を下から通します。そしたらこの左の方にぐるっと回して、もう一回穴の中を通してあげます。で、この2つの紐ですね、2つの紐を持ってこっちの左手で引っ張る。これでもやい結びの完成です。もう一回いきます。まずロープを通します。右手を上に、左手を下に、で左手を上に上げると自然とこの形になります。で輪っかを下から通して、左の方に持ってきて、この輪っかの中をもう一回通します。でこの2本を持って引っ張ればもやい結びの完成と。さあ次ですね、次がちょっとねややこしいんですが、いかり結び、いかり結びなんですが、これはですねちょっとなんか複雑な感じに見えるんですが、実際はですねもやい結びができたらできます。まずロープをかけます。そしたらここで指2本ぐらいでいいと思うんですけど、2本ぐらいかけてもう一回回します。そしたらこのできた空間に紐を通します。さらにもう一回下の方に通します。
これができたらまたここでもやい結び、これがいかり結びです。もう一回いきます。ロープを通して、指2本ぐらいかけて、もう一回回します。そしたらこの指のできた空間で一回中に通します。そしたらまたこの下でくるっと回します。でこれができたらもやい結び、ちょっと複雑に見えるんですけど、やり方さえ分かればね、そんな難しいもんじゃないと思います。ここで2回回す、でここでもう1回回す、そしてここでもやい結びという風になってます。おそらくですね、この7つのロープワークの中で一番めんどくさいのがこれかなと思います。逆に言えばこれさえできちゃえばもう楽勝ですよね。さあ次は本結びなんですが、違う色のねロープを2つ用意しました。まず右側が上に来てこう回します。そしたら今度はまたバッテン、右側が下ですね。でこの状態でこれを中に折り込むと、するとこの形になります。なんていうんだろうな、交差してる感じって言えばいいのかな。で両方から締め込むと外れないと。これが本結び。さあもう一回本結びいきます。まずですね、こっちが細い方と仮定しますね。赤い方が細い方と仮定したら、細い方が上に来る、で太い方を回す、そしたらまた細い方が上に来る、で太い方を回す。交差している状態なので引っ張ると本結びの完成。次が一重つなぎなんですが、一重つなぎはこんな感じで折り曲げて、できた輪っかの中にロープを通します。で通す時に人差し指を回すような感じで、ここの中ですね、できた空間に、このできた空間ですね、ここに入れてあげると。で引っ張るとこれが一重つなぎです。もう一回いきます。まずロープを折って、できた輪っかの中にロープを通すんですが、人差し指かなんかでこうガイドを作ってあげて余裕を持たせます。でここの中にロープを入れると。で引っ張ればこれが一重つなぎです。で次が二重つなぎなんですが、二重つなぎも同じように折り曲げて輪っかを作って、輪っかの中に通します。でこれだと一重つなぎなんですが、ここでくるっと回してもう一回通します。この状態ですね。これで引っ張ると二重つなぎと。もう一回いきます。輪っかを作って中に通して、一回でここに通します。でこれだと一重つなぎなので、もう一回回して通すと。んで引っ張ると二重つなぎの完成です。と、まあ、こんな感じでですね、7種類の結び方、ロープワークをねご紹介してみたんですけども、多分合ってるはずです。まあ、その船舶免許の試験、ロープワークっていう名前がね、もうなんかちょっと難しそうな感じがしてしまうんですけども、カテゴリー分けをしてみるとね、3種類しかありません。3種類あって、それぞれの種類の中に、何通りかの結び方があるという感じなので、とりあえずね7種類覚えるってのは結構大変そうに感じるんですけども、カテゴリーを3つに分けて、3つの中でそれぞれ覚えておくと、結構ですね、急に言われても対応しやすいんじゃないかなと思います。
ということでですね、まあ、参考になったかどうかは分かりませんが、僕が今勉強しているロープワーク、これをね7つご紹介してみました。誰かの参考になれば嬉しいです。それでは。